ゲルニカルモ、または、ゲルニカいるのは、スペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。ゲルニカとルモが連合して一つの自治体を形成している。2013年の人口は16,863人。岡川が形成する谷に位置しており、岡川下流部の心臓地である。ウルダイバイ川口の生物保護区は、ラムサール条約に登録されている。 ビスケー湾岸ンンのベルメオから内陸部のドゥランゴに至る南北の道路、ネルビオン川下流部のビルバオからレケーティオに至る、東西の道路の交差部分にある。コマルカとしては、ブステュリアルデアに属しており、市街地の標高は10メートルである。北は、ホルア、コルテスビ、アラトゥス、東は、アハンヒス、南は、ムシカ、西は、エリゴイチと自治体協会を接している。 ゲルニカ爆撃後のゲルニカ1366年4月28日、定量博によってゲルニカの町が建設された。主要な河川の川口部という戦略的重要性の高い場所にあり、裾の港には船を停泊させることができた。代々のビスカヤ博は、その称号を受ける前にゲルニカを訪れ、ビスカヤの自治を尊重することを誓うしきたりとなっていた。白は、 カスティーリ王に受け継がれたが、王もまたゲルニカで誓いを行った。スペイン内戦中の1937年4月26日には、フランシスコ・フランコらの反乱軍による北方作戦の一環として、ゲルニカ爆撃が行われた。同軍のエミリオ・モラ将軍は1937年3月末から、同地方の攻略にかかっており、ドイツ空軍に遠征隊である。 コンドル軍団の爆撃隊がその支援として空襲を行った。ゲルニカ爆撃がアメリカ、イギリス、フランスなどの報道機関によって伝えられるとフランコ反乱軍を非難する声が世界的に巻き起こった。この反響を危惧したフランコやコンドル軍団指揮官フーゴ・シュペルレラはゲルニカで都市を破壊し子供や2層までを殺傷したのは我々に敵対する バスク民族主義者やアナーキストの犯行である。ゲルニカ爆撃は鉄像であるという暴略宣伝に努めた。画家のパブロ・ピカソはパリ万国博覧会のため壁画を依頼されており、憤怒を込めてゲルニカを描き上げた。この都市の象徴的な地位のために、現在のバスク自治憲章は1936年の自治憲章の継承者であるバスク亡命政府の指示の下、 1978年12月29日にゲルニカで承認された。現在のバスク自治州首相もゲルニカの多くの木の前で就任宣誓を行っている。ゲルニカの多くの木ビスカヤ県政府はビルバオに置かれているがビスカヤ県議会はゲルニカに置かれている。何世紀もの間ビスカヤ人の伝統的な議会はゲルニカの多くの木の下で開かれてきた。 バスク人にとってこの木は自由の象徴であり、多くの木は代々植え替えられてきた。19世紀末まで立っていた木は石化されて、木会場の近くで保存されている。その木に代わって1860年に植えられた木は、スペイン内戦中のゲルニカ爆撃を生き残ったが、2004年に金病のために枯れた。1986年から生育している木が2005年に公式な ベルニカの木となったが、その木も病気にかかったために、周りの土が入れ替えられている。木のそばには集会場が建てられ、1826年に建てられた現在の議会場と兼用されている。ありがとうございます。